こんにちは、吉田孝代です。今日は、甘い野菜のスープがどんなことに、効果があるかというか、どんな方に向いているかというお話をしたいと思います。はい、うちの母親はギラン・バレー症候群という病気になって、その後認知症になりました。で、その時に心を穏やかにさせるためにも甘い野菜のスープを飲んでいたんですけれども、甘い野菜のスープというのが、こういった前別の動画でもちょっと作り方をお知らせしてるんですけれども、お鍋をこれを見立てていただいて、玉ねぎ、キャベツ、かぼちゃ、人参っていうコツの4つの野菜を層にして入れているんですけども、なんでこの4つかと言いますと、お野菜の中でも地面にちょうどこう一番近いところにできる、なんか極端に根っこの方だったりだとか上に伸びるとかそういったものではなくて、こう地面にちょうどすぐ下のところとかこの上にできる、そして丸い、どちらかというと、人参ちょっとそこまで丸くないですけれども、で玉ねぎとかの根っこの部分丸いし、キャベツも丸いし、かぼちゃも丸いですよね。で、そういった意味では中庸なんですね。陰陽で言うと、極陰でも極陽でもない中庸の一番こうバランスの取れた野菜ということができるので、心を本当に穏やかにしてくれて、どちら側に極端じゃなくてとても穏やかに中庸な状態にしてくれる。そしてこれ順番がありまして、一番陰性なものを一番下に置いて、一番陽性なものを上に置いてます。で、それをお鍋の中で上から下に降りる力の陽性 と、陰性は下から上に上がる力なので、両方がミックスして統合されて陰陽合体するので、とても中庸だということが言えるんですね。なので、いろんな意味でこう中庸に近い。で、心とかの体のバランスをとる。どちらかに傾くとかいうことではなく、そして、イライラであったりだとか、自分の心の状態を穏やかにしてくれます。なので、これが治るとか治らないとかっていうのではなくて、心が穏やかにならない、こう気分のこう起伏が激しいとか、低血糖症の人とかうつの人っていうのはそういうところに当てはまるんですけれども、そういったふうに気持ちのこうすごいムラがあるとかっていう方にとっては、このお野菜のスープはとってもいいです。で、うちの母親が認知症になった時に、もういろんなものを壊したりとか、もうすごい暴れたりとか、いろんなことがあった時って、家族もイラってするじゃないですか。で、そうすると母親をこうコントロールしようとかしてたんですけれども、で、その時にこのスープに出会って、このスープは、私と父が最初飲み始めたんですよ。母に飲ませようと思ってやり始めたのに、母飲まないから私たちが飲んでいた。で、そうすると私たちの心がすごく穏やかになって、母が何か壊したりとか何かいろんな暴言吐いても腹が立たなくなったんですよね。なので、イライラが収まった私たちが母をコントロールしなくなったんです。で、ああしなさい、こうしなさいとか、これやっちゃダメとかって言わなくなったので、今度母親も落ち着いてきて、私たちとのコミュニケーションがうまくいくようになって、で、じゃあ一緒のものを食べようっていうふうにやっとなってくれたんですね。で、そこでだんだん母親も落ち着いていって、すごいもうすごい気分のムラがあって、もうギャーって怒り出したりとかすごかったんですけれども、そういったものが落ち着いてきて、で、薬も飲まなくなって、本当に穏やかになっていったんですね。なので、このスープがなかったら本当にうちの家族はどうなってたかも今おそらくない。もう多分母親も今生きていたかどうかっていったらまず難しかったと思いますし、一人になった父がそれで生きていけたかどうかっていったらちょっと厳しいので、ある意味両方いなかったんじゃないかと思われる。で、もし生きてたとしてもこんな仲良くなかった、うちは家族仲良しなので、っていうか
言いたいことも言うって意味の仲良しなので、ずっとラブラブとかじゃないですよ。もう言いたいことも言う、いろんな意味で仲がいいっていう意味なので、まあそういうふうに本音で話せるようになったこととかも含めて、まあこのスープのおかげだなと思っております。まあそんなことに役立つスープなので、まあご家族が病気がある方、まあご家族に飲ませてあげるのもあれですけど、自分自身が飲む、心が穏やかになる。まあもう介護って本当にいつまで続くか分かんないのですごくしんどいと思うんですよね。いつまで続くか分かんない、もう先の見えないトンネルをずっと通っていくっていうのはすごくしんどいことだと思うので、そういった方にもおすすめです。なので、まあ、自分自身、家族のためで、もし知り合いで、まあ、そういう方、辛い方がいらっしゃったら、ぜひ甘い野菜のスープを飲ませてあげてください。では、ぜひ参考にされてください。